ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ホンダっていう会社がね、バイクやってたのを知ってます皆さん。今、ホンダのバイクとかほとんど聞かないじゃないですか。海外にブランドとか乗っ取っちゃったなんてね、言う人もいますけどね。結局、ホンダはもう、バイクの世界的シェアを失っちゃったんですよ。 僕もね、子供の頃、あの、バイク、子供の頃からね、結構、運転してましたよ。あのー、僕は最初に乗ったバイクは結構ね、大変だったんですよ。結構ね、こう、ジャンプ台とか飛ぶ時がね、大変でね、こう、バイクって、重心を前に行くか、後ろにするかっていうのが大事で、 こう、飛んだ時にね、後ろに重心持ってるとね、なんか高く飛ぶけども、まあこのままこう落ちると危険なんですよ。で、やっぱりこう、着地のね、ところの、あの、なんて言うんだろう。地面にね、合わせて、こう、タイヤを合わせて降りると、まあうまくいくんだけど、これがちょっと前とか後ろとかになっちゃうと、ちょっとね、ロスがあったりとか、下手すると転んじゃったりするわけですよ。であと、その、ジャンプするときも、やっぱこう、平行にするとね、 ちょっと距離も伸びたりするしね。だからそういうのをうまくこう使い分けていかないと、まあこけちゃうから大変だったわけですよ。まあこけた場合にもね、あの、まあダッシュしてね戻ってすぐ走るっていう感じで、まあ連打してね、連打してこう戻って走り抜けたわけですよ。なかなかタイムロスをするとね、やっぱりこうレースとかっていうのはね、あの、なかなかこう次に行けないんで、まあ頑張りましたよ。 まあいろいろこうバイクの経験もあるし、まあ、車はね当時は本当に危険でこうライバル車とかにぶつかるとボカーンとか爆発してたりね壁にぶつかっあ壁で看板とかにぶつかるとボカーンって爆発したりして結構ねあの時代は80年代は大変でしたよただちょっと90年代ぐらいかなもう少し手前だったかもしれないけどちょっと 3D になっていくとだいぶ変わって特に車は救われたんですよ 車の,車の場合ねあの車ちょっと危なかったな車の場合ねなんかこうぶつかっても多少許されるからあの結構ぶつかることをまあ感じ考えながらまあ走り抜けて多少ぶつかってもいいやと思ってねスピード出していけたりできたんですけどバイクはねやっぱりこうコーナーとかに入った時になんかこうスピード出しすぎるとやっぱ外膨らんじゃうし でまあ、コースアウトならいいんだけど壁にぶつかるとやっぱりすぐねあのまあ痛い目に遭うじゃないですか車だったらまあぶつかったなぐらいで先行けるんだけどだからそういう風に考えるとやっぱり90年代ぐらいになると車の方がねだいぶこう扱いやすくなったかなというところで、まあ、バイクもね物によってはこう横にパンチしたりしてねこうチェーンとかぶつけたりしてねこうやっつけたり、まあ、そういうね無茶もしたんだけどただあれもね結構。 狙いにくいんですよ。こういう、ちょうどね、並んだぐらいで、こうやらなきゃいけないから、こうね、見た目的にね、なかなかこう、でも、こう狙いすぎると、あの、なんて言うんだろう、コーナー曲がってる時とかだったら、ちょっとね、あの、うまくいかなかったりするし、なかなか扱いがね、難しい。バイクは本当に難しかったわけですよ。で、2000年代。まあ、2000年代になるとね、あの、ホンダの活躍する場面が来たわけですよ。 これね「カストロール・ホンダスーパーバイク・レーシング」これスーパーライト1500シリーズだったんですけどもあのもうカストロール・ホンダのね独占ですよ独占バイクゲームはいこれ裏なんて書いてあるか究極の走りを極めろスーパーバイク RC45 に乗りワールドチャンピオンカストロール・ホンダチームに参加しよう軽やかにコーナリングしリアタイヤをスライドさせろ 赤と緑のレーシングスーツに身をまとい、世界選手権を勝ち抜けということでね。ま、いろいろ書いてあるんだけど、あ、書いてあるな。バイク。カストロールホンダのエンジニアからのチーム、えー、データを使って、プレイヤーのホンダ RC45 をチェーンしろということで。あ、あとトラック。世界中にある14のサーキットコースの他に、日本のホンダテストコースも追加。まあ、他にもいろいろあるんだけど、まあ、とにかくここでね。まあ ホンダと組んでることによって、バイクは本格的なホンダのね、データを入れてあるし、あと、ホンダのコースも使ってるという、まあそういう意味ではね、本格仕様のね、ホンダの、まあバイクゲームなわけですよ。この時代はね、本当ホンダはね、 ブランドを取ったわけですよ。まあこれサクセスのゲームだけどさ、1500円ですよ。5800円、6800円とかがね、当時は結構当たり前な時代ですよ。2000年のプレイステーション、初代プレイステーションなんか。その時代にね、1500円でゲットできたわけだから、こう、多少バイク下手でもね、ちょっと挑戦してみようかなとか、こう、やりやすい、まあ時代ですね。で、これがね、2001年の10月になると今度は、 カストロールホンダ VTR っていうのが出まして、まあ、これもねスーパーライト1500シリーズだったりするんですけど、まあ、これも裏ちょっと見てみましょう VTR1000SP マシンをカストロールホンダワールドスーパーバイクチームの全面協力によって完全再現世界中の有名サーキット22コース収録もちろん細部まで完璧に再現ということでね やっぱりこれもね、だからコース契約してんのかすげえなって感じなんですけども、これも本格的にね、まあ、前作があっての今作だから多分こちらもちゃんとデータ反映してるんでしょう。あんま大きくは書いてないんだけど、まあとにかくそんな感じで、だから2000年とか2001年には、あのホンダのね、バイクがね、テレビゲーム界でこう活躍したわけですよ。ただね、この時代が最後だったと思うんですよ。で、まあ、 最近もね、バイクのゲームって、まあ、最近って言ってもちょっと古い例を出すんだけど、最近もね、バイクのゲームってやっぱりリアルになればなるほどね、バイクもこうリアルになっていくわけですよ。で、まあ、最近の流れっていうと、例えばこうね、モンスターエナジーのね、こう、えー、スーパーモトクロス、こういうゲームなんかは、あの、単純にもう、モンスターエナジーのこの、モンスターモトクロス、モンスタースーパーバイクか。 モンスターエナジースーパーバイクザ・オフィシャルビデオゲームって書いてあるから、まあこのモンスターエナジーのスーパーバイクという大会自体と組んでゲームを作ってるわけですよ。で、そうすると何が起きるかっていうと、えー、脅威の再現度、や2017年公式ライダーを収録ということで、まあこうやって組んでると基本的には、まあ多少ね、たまに契約上漏れる人もいるんだけど、基本的にはその参加してるね、 ドライバーというかライダーとかバイクとかそういうのも含めてコースとか全部含めてこうあのけ権利取ってたりするからそうすると、まあ、ここにホンダがあちかコピーライトにホンダって入ってるからホンダのバイクもあるんだろうけど、まあ、こういう形になるとホンダ単体のバイクを作るっていうよりはやっぱりこうリアルにねレースそのものの再現っていうふうになるわけですよ。でなるとやっぱりこうホンダブランドがね薄れていくわけですよ。で例えば、まあ、ちょっとね これ,ライド2これちょっとホンダのバイクが出てるかわかんないんですけどここもねちょっと読んでみると「えー、最強のバイクゲームノスタルジックなカフェレーサーから最新モデルのスーパーバイクまで170種類以上のバイクを収録」って書いてあるからまあこれは契約をねいろんなところともし契約して本物のねリアルなバイクを収録してるとしたらホンダだけじゃなくていろんな会社にこう。 組んでたりするからホンダだちょっとこれはコピーライト確認できないけど、どこの会社も確認できないから、これがね、リアルなバイクが出てるのか、真似たやつが出てるか分かんないけど、まあとにかくそんな感じ。あとね、例えばこういう、あの、MotoGP。まあ MotoGP なんかほんと大会っていうかね、優勝あるね、まあ、あの、組織というか、まあそういう感じになるから、その17年、まあこれ今2023も出てんだけど、あの、まあこれ読んでみると、白熱する MotoGP2017 シーズンに挑む準備はできているかバイクチームサーキット完全収録された MotoGP の公式データを楽しもうという公式データで楽しもうということなんでまあその時のね 2017年の m o t o GP のシーズンのね、2017シーズンのに参加してるバイクとチームとサーキットこれが完全収録されてるわけだからも、もしここにね、あの、ホンダのね、バイクが参加してたらバイクが入ってたりするわけですよ。だから、もうね、あの、時代的にこうね、あの、ファミコンの時代とかに、まあ、多分一番早かったのが野球ゲームとかだと思うんですね、権利関係。まあ、その前にアニメ作品とかはそうなんだけど、まあ、あの、そういうの抜いて、 まあ、スポーツ系とかで行くと、まあ、バイクなんかが、あ、バイクじゃや、<laughs> 野球なんかが早くて、まあ、プロ野球なんかも最初に、ね、まあ、最初、ファミスタなんかも権利取らないで、プロ野球ってつけてあるけど、野球、ね、あの、 野球選手をもじった名前とか、野球チームをもじった名前だったりしてたんだけども、まあ、あの、一社がこう契約すると、他の会社も同じようにね、プロ野球機構と契約して、こう全部、まあ、まるっと収録。まあ、当時はまだリアルじゃないんだけど、まるっと収録してて。で、まあ、そういうのがね、他のスポーツでも、例えばサッカーなんかも、まあ、ファミコンの後期、まあ、スーパーファミコンぐらいからかな、基本的には。あの、J リーグと組んだりとか。 まあ、それ以前にね、武田選手とかね、ラモス選手とか、まあそ、あとかな、ジーコサッカーとかね、こういう単体で、選手単体で組むところから、こう、チームに行くという流れもあったりして、まあ、まあ、スポーツとか、まあ、ジャンルによっていろいろ違うんだけど、で、車なんかで行くと、例えば、あの、中島悟さんと組んだとかね、鈴木あぐりさんと組んだとか、まあ、そういうパターンがあったりとか、まあ、鈴鹿サーキットの権利取ってるとかね、まあ、そういうような、 えとせ選手っていうかドライバーだったりコースだったりまあなんかそういうような組み方をしてた時代があってそれからまあ割と,ママルッとまる、あ、っとモト GP なんかもプレステのプレステ2ぐらいからかな元 GP はまあとにかくそういう感じで、まあ、大会丸ごととかこういう組み方をしていくような流れにこうなっていくというところでいくとそのちょうどねこのホンダのねやっぱこのバイクっていうのは 2種類ののゲームっっていうのは過渡、まあ、期だったんでしょうね車なんかもねものによってはあの1社と組んで日産と組んでとかそういうやり方をしてたレースゲームもあったりするけど結局グランツーリスモが出たせいでみんなそういう流れになってたでしょ。だからそういう意味でいくとやっぱりね2000年ぐらいの頃にはこうホンダがね 二本も出してたわけですよ、ゲーム。二本もゲームを見かけたわけですよ、僕たちは。だけどもまあ、今の時代になるとね、なかなかこう、ホンダブランドのね、バイクゲームっていうのはね、なかなか見ない時代になりましたね。はい。まあ、ちなみにね、あの、ファミコン時代なんかは、こう、リアルなね、あの、リアルって言っても、その、設定とか世界観とか、あの、なんだ、あの、権利とかそういうところじゃないリアルに走ってたから、 まあ、こういうね、まあ、トップライダーなんですけどこういうねこういうエアバイクに乗っかるのこれをねリアルさを求めているよまあ、そういう時代だったりするわけですよまあこれに関して言うとその前段階があって、まあ、ちょっとこれサターンのねあのこれはあのハングオンなんかもこの時代になるとちょっとリアルさがね増すんだけど80年代のな半ばぐらいにはハングオンのその ゲーセンに行くと、ね、リアルなこうバイクがあって、それをこうまたがってね、傾けたりして、こう、まあ、まあ、立ってハンドルだけやるやつもあったけど、まあ、そういうような時代があったんで、まあ、あの、当時はこの体感的なリアルっていうのもね、一つ求めてたんだけど、今はもうビジュアル表現的なリアルを求めてて、まあ、その先にはね、当然この VR をつけての見た目のリアルとか、あと、まあ、 まあそうだな。車だったらね、ハンドルを使ってっていうのあったけど、バイクはなかなかこういうあのやつで出てこないんだけど、何年か前ゲームショーで自転車かなんかこりながらやるやつあったような気がするけど、まあまあそういうような感じで、あの、どっちかっていうと、この、権利を取って、それをビジュアル表現的に、あの、しっかり実現していくっていうのが今のね、 まあ、このゲームの流れっていうところで、バイクはね、特にバイクゲームはそんな流れになってるので、なかなかこうね、ホンダのゲームがね、今見ないなと思ったら皆さん勘が良かったっていうことをね、ぜひね、これを皆さんにお伝えしたくてね、<laughs> あの、あのど、この動画を撮らせていただきました。なので皆さんね、ぜひ、あの、ホンダ見なくなったなと思ったら、 ぜひね、あの、プレイステ、初代プレイステーションのね、カストロールホンダスーパーバイクレーシングと、えっ、ー、と、カストロールホンダ VTR、この2本をね、ぜひゲットしてみてください。はい。ということで、えー、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、僕に質問があったりとかね、なんかこういう企画やった方がいいよとかいうのが、アイデアがありましたら是非、ね、ぜひね、あの、コメント欄にいただければと思います。ということで、以上、酒ンでした。